ハローこんにちは。ここ最近で、皆さんは何か大きな買い物をしましたでしょうか？ちなみに私は、首だけの生活にも飽きてきたので体を購入しました。ナイスバディでしょ？ちなみにこの体は動かせません。大概にせよ。いわばこれは、お金を贅沢品へと変換したわけです。さて、人類はこれまで数多くの物理法則を発見してきました。中でも世界一美しい方程式と呼ばれる E=MC² の発見は、物理学の常識のセカンドインパクトと言っても過言ではないほど強烈な衝撃を与えました。これはエネルギーと質量が等価であることを示す方程式です。私たちがお金をあらゆるものへと変え、あらゆるものからお金を生み出せるのと同じように、エネルギーは質量へと変換されうるし、質量はエネルギーへと変換されうるというわけです。しかし、なぜエネルギーと質量は等価なのでしょうか？その秘密を紐解くには、この方程式を生み出したアインシュタインの思考をたどっていく必要があります。今回はそんな世界一美しい方程式の秘密を少しばかり覗いてみましょう。というわけで今回は、エネルギーと質量はなぜ等しいのか、について解説していくぜ。よろしくお願いするわ。霊夢、この世界一有名で美しい方程式を知っているか？もちろん知ってるわよ。逆にいい年して知らない人なんているの？じゃあこの左辺は何を表しているか答えてみてくれ。エビフィレオ。よく大口叩けたな。左辺がエビフィレオなら右辺は何なんだよ。マクドナルドに決まってんでしょ。はぁ？ちなみにエビフィレオは元マック店員が選ぶおすすめメニューナンバーワンよ。知らんがな。この方程式の E はエネルギー、M は質量、C は高速度を表している。C の高速度は、秒速 299792458km。つまり秒速約300000km という定義値で決まった値だ。したがって、値が変化するのはエネルギー E と質量 M で、それらはイコールで結ばれている。つまり、エネルギーは質量に、質量はエネルギーに変換されることを表し、さらにその仲介人が高速度だという、シンプルで強烈な方程式なんだ。ちなみに、光の速度がどのようにして定義されたのか、についての動画もあります。興味がある方は今回の動画をご視聴の後、こちらの動画もぜひどうぞ。概要欄にリンクを貼っておきます。てか、高速が仲介人って、小売店みたいなことしてんの？大体そんな感じのことをしている。私たちがお金で商品を買う、つまりお金という価値を商品というものに変えているように、エネルギーも質量へと変換され、質量もエネルギーへと変換されるんだ。例えば、光の粒子、つまり光子は質量を持たないが、エネルギーと運動量を持つ粒子だ。つまり光子は物質ではない。にもかかわらず、E=MC² を通して物質粒子である電子へと生まれ変わるんだ。変化の術じゃん。これぞまさに、エネルギーの物質化、の代表例だ。逆に、物質のエネルギー化、の代表例は、人類史に取り返しのつかない厄災をもたらした原子爆弾、つまり原子力だ。広島に投下された原子爆弾で、エネルギーに転化して消えた質量は、たったの 0.7g だと推定されている。たったの 0.7g？ 0.7g であんな爆発を生み出しちゃうの？ああ、原子力の力は凄まじいんだ。だから原子力発電は、少ない燃料から大量の電力を発電できるんだ。つい先月、電気料金の値上げがあったが、上がらなかった地域もあるだろ？あれは原子力発電が稼働しているかどうかが大きく関与していたんだ。原子力発電様々ね。さて、もう一度方程式を見てほしいんだが、質量は光の速度である、C の2乗、が掛け合わされたものがエネルギーとなるわけだ。そして、C はそもそもが秒速300000km という巨大な値だ。だから発生するエネルギーは、消えた質量の10の17乗倍もの量となって発生するわけだ。10の17乗倍？天文学的数字じゃないの。それを私たちは原子力発電っていう形でうまく利用できてるのは素直に驚きね。逆に、エネルギーを物質化する際に、ある一定量を得ようとするのであれば、莫大なエネルギーが必要となることは明白だろう。だから、粒子同士をものすごいスピードでぶつけて素粒子を生み出し、それを研究するための粒子加速器は、とてつもない電力を消費するんだ。なるほどね。E=MC² って見た目はすっごいシンプルなのに、とんでもない物理法則を表した方程式なのね。可愛い見かけに騙されちゃいけないわね。この方程式がどういうものなのか分かったところで、そろそろ本題のテーマに入っていこうか。それじゃあここからは、今回のテーマである、なぜエネルギーと質量が等しいのか、どのようにこの方程式に到達したのか、について見ていこう。よろしくお願いします。
アインシュタインがこの方程式に到達するのには、まずぶち壊さなければならない概念があった。既存の概念を、ぶっ壊す。それはニュートンが考えていた二つの概念、絶対空間、と、絶対時間だ。ニュートンは、まず空間があるでしょ？その中で僕らは動いてんだよね。で、時間だってみんな一緒で、同じ今、が流れているんだよね知らんけど。と考えていたんだ。時間も空間も絶対的な存在だと考えていたわけね。ああ、そして他の科学者たちもニュートンの考えを信奉していた。しかし、ニュートンが世を去り、150年以上が経過してからアインシュタインは、ニュートンさんの考え方って現実と矛盾するよね。だって、光の速度って誰から見ても一定だよね。ね、君もそう思うよね。ね、と言い、高速度普遍の原理を前提とする、特殊相対性理論、を提唱したんだ。あ、高速度普遍の原理って以前の動画で教えてくれたやつね。そうだな。詳しくはこちらの動画を見てほしいが、ここで重要になってくるのは、相対、の考え方だ。相対？例えば、私たちずっと一緒だよ、絶対離さない。とメンヘラ彼女に詰められたとしよう。え、どういう展開？男は怖くなって逃げ出したが、彼女は猛スピードで追いかけてくる。男は時速 30km で走って逃げるが、気がつけば彼女もほぼ同じ速度で並走してくる。この二人陸上やってるわよね。この時、男から見たメンヘラ彼女の速度はゼロだ。つまり、二人はずっと一緒って、こと？これが相対速度だ。速度を考える際は常に、何に対しての速度なのか、という問題がつきまとう。しかし、ニュートンの考える、絶対空間と絶対時間の考え方だとおかしなことが起こるんだ。おかしなこと？ああ、こんな状況を考えてみよう。光の速度の半分のスピード、つまり、秒速15万 km でロケットが飛んでいたとしよう。今、それを私たちは地球から見ている。この時、進行方向と同じ方向に進んでいる光の速度を見てみると、秒速30万 km だ。ここで、ニュートンの考え方で考えると、ロケットからこの光を見た場合、秒速15万 km に見えるはずだ。しかし、実際に見える光の速度は、秒速30万 km のままなんだ。ざっくり説明すると、これが高速度普遍の原理だ。光はどの完成形から見ても秒速30万 km なんだ。なんでそうなるの？それには現代物理学では答えを出せない。世の中がそうなっているんだから、としか答えようがないんだ。なんでこの宇宙は存在するの？って聞いてるようなもんか。そうだな。そこにそういう物理法則があるだけなんだ。高速度普遍の原理は、これまでの科学史の中で数多く検証が重ねられていて、現代物理学では正しいとされている原理だ。これがニュートンの絶対空間と絶対時間を崩す足がかりになったわけね。ああ、そこでアインシュタインは、時間と空間は分けて考えるものじゃないんすよ。と言って、高速度普遍の原理を前提に、時間と空間、つまり時空は一体不可分である、という概念を持ち出したんだ。速度というものは、距離割る時間、で定義されている。よく、恥、とか、見恥、とか小学校で習ったと思う。弾き、なんて言い方もあったわね。そうだな。ここで、速度、つまり光の速度はどの完成形から見ても同じということを思い出してほしい。それなら、変化するのは距離と時間ということになる。距離とは、空間の二点間の距離のことだから、距離はズバリ空間そのものとも言える。したがって、高速度イコール空間割る時間、ということになり、左辺の高速度は普遍だ。つまり、時間と空間は変化する相対的なもので絶対的な存在ではない、とアインシュタインは考えたわけだ。絶対的な存在は、空間や時間ではなく高速度 C だったってわけね。ああ、ニュートンの残した全ての数式には高速度が一切入っておらず、ニュートンは高速度を特別視していなかったと推測されている。これでは、やはり先ほど説明したように、ニュートン力学における光の速度は、観測の仕方によって変わってしまうんだ。さて、アインシュタインはこのようにして、ニュートンの絶対空間と絶対時間の概念を突き崩すことができたが、相対性理論という革新的な新しい理論によって、ニュートンの運動の法則を修正する必要があったんだ。ニュートン力学だと高速度は普遍じゃないものね。そうだ。これは実際の観測と矛盾する。とは言っても、ニュートンの運動の法則が決して使い物にならなくなったわけではない。これまで様々な物理現象をその法則を用いて説明してきたし、現在でも、機械工学、航空工学などの分野では、ニュートン力学は十二分以上に間に合っている。
しかし、物体や粒子の速度が高速に近くなってくると、ニュートン力学では通用しなくなるんだ。差し当たり修正しなければいけなかったのは、運動量、という物理量だ。運動量？簡単に言えば、運動量とは、物質が他の物質と衝突した際に、どれくらい相手を突き飛ばすかの目安だ。例えば、力士と小さな子供が、お互いよそ見をしていてぶつかったとしよう。するとどうなると思う？そりゃあ、子供が突き飛ばされちゃうんじゃないかしら。その通りだ。これは、体の大きい力士の方が運動量が大きいからだ。運動量は、質量 m の物体が速度 v で動いている場合、m と v の積、mv と定義されている。つまり、質量が大きければ大きいほど、速度が速ければ速いほど運動量は大きくなるんだ。ところが、その速度が高速に近づいてくると、とある問題が発生することが判明した。これが修正しなければいけない点ってこと？ああ。どういった問題があったのかしら？それは、運動量が保存されなくなってしまうことが分かったんだ。運動量が保存されなくなると困ることでもあるの？運動量保存の法則は、自然を支配する法則の一つだ。だから、この法則は守られなければならない。新しい理論だとしても、最低限の物理のルールは守りましょうってことね。そこでアインシュタインは、運動量を最低にしちゃえ。と言って、相対論的運動量、を考えたんだ。相対性理論による運動量ってことで、相対論的運動量ってことね。つまり、話の流れをまとめると、高速に近くなると、既存の運動量の定義だと間に合わないから、これまでの運動量の定義とも整合性が取れつつ、高速に近い速度でも、運動量保存の法則を維持できるようにしたってこと？その通りだ。で、一体どんな考えを持ち出したのかしら？運動量イコール MV の M に、ちょっとした細工を施したんだ。細工？結論から言うと、速度 V が速くなればなるほど、質量 M もそれだけ大きくならなければならない、と結論付けたんだ。なんでそんな結論が出たの？このあたりは少し数学的な小難しい話になるからさらっと説明してしまうが、相対性理論において、質量 M の粒子が、速さ V で運動している時の運動量 P は次のように表される。うげ、拒絶反応が。まあ簡単に説明するから安心してくれ霊夢。出たわね、マリサを得意の安心してくれ霊夢。質量を表すこの部分を見てみると、速度が C に近づけば近づくほど、分母の値が小さくなり質量が大きくなっていく。もし速度が0であれば、ここの分母は1になるので、ニュートン力学と同じ運動量である MV となる。まあ要は、数学的にコネコネしていったら、速度が速くなればなるほど質量が大きくなる、ということが分かったと思ってくれればいい。まあぶっちゃけよくわかんないけれど、ニュートン力学の運動量を、相対性理論に整合するように修正したってことよね？それで認識は合っているぞ。ちなみに、ニュートン力学で現れる質量 M はすべて、静止質量、と呼ばれるものだ。静止質量は速度に依存せず一定で、一方、速度によって増減するような質量のことを、相対論的質量、というぞ。こうして整合性が取れるようにしたのはいいが、速度がほぼ高速になると、質量の値が無限大になってしまう問題も同時に生じてしまった。しかし、この問題から新たな結論が得られたんだ。それは、質量を持つ粒子の速度には上限があり、その上限とは高速度 C である、という結論だ。質量を持つあらゆる粒子は、絶対に高速度を超えることはない。そして、この宇宙で考えうる最高速度は高速度 C なんだ。高速を超えるものは存在しない、って聞いたことあるけれど、これってここから来ていたのね。さて、運動量がわかれば、あとは結構簡単にエネルギーを求めることができる。とその前に、少しばかり単位の話をしなければならない。数学？ちょっと嫌でごわす。ごわす？これを知れば E イコール MC 事乗の C が、なぜ事乗されるのかがわかるぞ。まあ E イコール MC 事乗に出てくる単位は、簡単なものばかりだから安心してくれ。まあそれなら、ここで出てくるのは、MK スタンリー K、と呼ばれるものだ。これは、メートル、キログラム、秒、の3つを基本単位とする単位形だ。まず速度だが、速度は、1秒間あたりに進む距離、をメートルで表し、メートル毎秒、と表される。これは見慣れた単位ね。そして、その速度の1秒間あたりに変化する量を加速度といい、メートル毎秒毎秒、と表される。この単位も見たことあるわ。地球の重力加速度は 9.8 メートル毎秒毎秒っていうものね。少しだけ耳慣れてるわ。それから、肝心のエネルギーの単位はジュールだ。ジュールは、力、と、より、の積で表される。ニュートンの第二法則に従えば、力の単位は、質量、と、
加速度の積だ。つまり力はキログラムメートル毎秒毎秒となるから、ジュールはキログラムメートル毎秒毎秒に距離の m をかけたものとなる。今回の話で出てくる単位はたったこれだけだ。物理を習ってない私からすると、ジュールだけは少し慣れない感じがするけれど、案外難しくないわね。そうだな、ほとんどは私たちが見聞きし慣れた単位ばかりだ。ここで一旦質量と速度の2乗の積を考えてみよう。そうね、 E イコール MC 事乗の右辺は MC 事乗で、質量と高速度の2乗だもんね。この時の単位は速度がメートル毎秒だから、速度の2乗の単位はこうなる。これに質量キログラムをかけてやればこうなる。ここまでは大丈夫か？問題ないわ。これを大数学で少し書き換えてみよう。ちょっとバカし分解してやるとこんな感じに書き換えられる。速度の2乗の単位から距離を分離したのね。ああ、そしてこの部分は質量に加速度をかけた力となり、次はこの部分が力と距離の積になる。力と距離の積は、確かエネルギーの単位である、ジュール、だったわね。その通りだ。つまり、E イコール MC 事乗の右辺はエネルギー量を表していることになるんだ。なるほど。ここも数学的な話になるが、E イコール MC 事乗を導出する際、単位をエネルギーの次元に合わせるために、C をかける場面があるんだが、それによって高速度 C は、C 事乗、になるんだ。ちなみに、MC 事乗は粒子の持つエネルギーだが、高速に近いような大きな速度を持つ粒子のエネルギーを指している。ん？どういうこと？先ほど、速度が速くなれば質量が大きくなるって説明したよな。それを相対論的質量っていうのよね。そうだ。だから、MC 事乗は粒子が持つ、相対論的エネルギー、というわけだ。なあほうね。ところでマリサ。なんだ？質量は速度 V に依存するのよね。なのに、どうして MV 事乗じゃなくて MC 事乗なのかしら？導出するための詳細な数学を省いたから疑問に思うかもしれないが、それは高速度普遍の原理によるものだ。あ、そうなんだ。でも詳しく聞くと泥沼にはまりそうだからやめておくわ。まあ話を戻すが、ここで面白いこともわかったんだ。なんと、粒子の速度が光の速度に比べて大きいか小さいかに関わらず、粒子の持つエネルギーは、MC 事乗、として表されることがわかったんだ。つまり、速度に関わらず同じ式で表されるって、こと？ああ、その通りだ。少し話はそれるが、理解の深まる話を一つしよう。ニュートン力学における運動エネルギーは、2分の 1×MV 事乗、と表される。2分の1は理論の成り行き上出てきた値で、物理的意味を持たないが、先述した通り、質量と速度の2乗をかけたものはエネルギーの単位と同じになる。つまり、ニュートン力学における運動エネルギーの本質は、質量と速度の2乗の積なんだ。運動エネルギーだから、単位はやっぱりエネルギーにならないとってことね。そして、運動量が再定義されたように、粒子の速度が光の速度に近くなると、運動エネルギーも再定義される必要があった。つまり、相対論的運動エネルギーを考えなければならなくなったんだ。相対論的運動量のところで説明したが、運動量保存の法則を維持しようとした結果、速度が速くなればなるほど質量が重くなるということが分かったよな。だから、相対論的運動エネルギーを考えるとき、静止している時の質量と、走っている時の質量を区別する必要がある。静止している時の質量を M0、速度 V で走っている時の質量を M としよう。動いている物体は質量が重くなるから、M 大なり M0、となる。そして、相対論的エネルギーは MC 事乗だ。つまり、相対論的運動エネルギーは、MC 事乗引く M0C 事乗、となる。これも先ほど説明したが、ニュートン力学における質量というのは静止質量のことだ。つまり、ニュートン力学における運動エネルギーは2分の 1×M0V 事乗と表すことができる。2つの式はパッと見全然違うように見えるが、実は速度が0に近づくと、相対論的運動エネルギーはニュートン力学における運動エネルギーの数式に、限りなく近くなることがわかっている。見た目は全然違うのに不思議なもんね。そうだな。でもところでマリサ、さっきから速度が速くなると質量が大きくなるって言ってるけれど、質量が増えるってことはエネルギーが大きくなるってことでしょ？どっからエネルギーを持ってきてるのかしら？それは単純な話で、粒子が加速されたから運動エネルギーが増えたんだ。あ、そうか。速く走る車と一緒ね。ああ、そして、運動エネルギーが増えて、E イコール MC 事乗を通して質量に変換されるんだ。なるほど。で、もともと持っていた静止質量に加算されたから、動いている物体の質量は、静止している時の質量に対して増加するというわけだ。
この方程式を通して質量に変換されるのは、何も運動エネルギーだけではない。熱エネルギー、化学エネルギー、核エネルギー、ポテンシャルエネルギーなど、あらゆるエネルギーが質量へと変換されうるんだ。ある意味、万物をつなげる方程式とも言えるわね。そう言えるかもしれないな。これまで説明してきたことから、この E イコール MC 事情の方程式は、質量の増加はエネルギーの増加を意味し、エネルギーの増加は質量の増加を意味する。つまり、エネルギーと質量は等しいんだ。とまあ今回の解説はこんなところだが、最後に皆さんにお知らせです。え、なになに？近々、このチャンネルは新たなスタートを切る予定です。私そんな話聞いてないけど。いや動画編集で忙しそうだったから、こちらで会議して全部済ませておいた。完全に蚊帳の外実質戦力外通告。まあ新たなスタートを切るわけですが、嬉しいことにチャンネルを立ち上げてから、4ヶ月ちょっとで1万6000人も登録していただいております。ですが、実はこのチャンネルを見た 17% の方しか登録をしてもらえていないのです。あまりにも少なすぎー。つまり、およそ8万人の方には登録いただけてないのです。もし、今回の動画が良かったと感じた方や、このチャンネルを複数回ご視聴したことがある方は、ぜひとも登録していただきたいのです。なぜなら、新しくキルスタートを見てほしいから。だって、空いた時間をちまちま有効活用しながら、およそ1ヶ月半ほども準備してきたんですもの。マリサが泣くなんて珍しいわね。私も泣いとこう。メンバーの方にはメンバー限定の先行公開ということで、ある程度準備の進捗状況などを先行公開させていただいておりますが、この動画をご覧の皆さんには、ぜひとも新しくキルスタートを見届けてほしいのです。もし、気に入らなければそこで解除していただいて構いませんので、もう少し詳しいお知らせ動画も投稿する予定ですが、最後にちょっとしたお知らせでした。でした。今日も面白い話を聞かせてくれてありがとうマリサ。どういたしましてだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。